時刻は七時を回りました。おはようございます。ザキミリョウの不動産相談室の時間です。お相手は私、ザキミリョウです。この番組は、ギノワン・ヒルズ通り、FM ギノワン、海の見える素敵なスタジオより、七時三十分まで放送いたします。どうぞ、皆様、最後までお付き合いください。はい、えー、もう六月の二十八日、金曜日ですね。あ、そうですね。<laughs> もう。 7月目の目前梅雨明けてだいぶ夏らしくなってきましたけど、はい、めっちゃいきなり暑くなったんじゃないそうだねもう今外で、うん、あの活動してたらだいぶもう暑すぎてこれ熱中症になるんじゃないかなっていうぐらいの暑さですね。ねうん、ていうか警戒レベルもさ結構上の方だったよ熱中症警戒。あそうあそういうの出てるんだ。あ出てる出てる知らなかったでしょう知らないわ <laughs> <laughs> かりすぐ貧血になるからさこういうのチェックするんだよね。これ熱中症と貧血なんか 関わりがあるの、うん。あ、てか気分悪くなりやすいからさ。ああ、そういうことね。そ,もそ,もそうそうそう。うん、あんた全然気分悪くならなさそうだよね。それ顔で判断してる。<laughs> <laughs> そうだね。全然ならんかもしれない。うん。でもさ、なんか夏になったらさ、うん、あのやりたいこととかある、遊びたいこととか。そうだね。あの趣味が、うん、えっとマリンスポーツ。 そうそうそうだからジェットスキーの免許持ってるので一応あらそうそう一応毎年ねあの、うん、夏になるとやっぱりこの季節だとジェットスキーとかあとはあのウェイクボードとかフライボードって言ってあの海の上で走るやつなんか横文字すぎて分からんかもあ本当に <laughs> 多分好きな人は分かるかもしれないうん<ー>やっぱ夏って言ったらそれだねえー、なんかチャラいねいやいやいや全然 <laughs> うそうです <laughs> でもさなんか不動産っってさ夏、うん、忙しかったりするのああそういうこと夏が忙しいまあ1年間通して不動産の忙しい時期っていうのは大体まあえっと1月から3月ぐらいっていう感じなんだけどその理由としてはやっぱりみんな4月からあのなん<ー>だろう移動して新しい拠点で働く方もいたりとかしていく、うん、引っ越しシーズンにやっぱりなってくる。 えと県外に引っ越す方だったら沖縄県にお家を持ってたとしても、うん、やっぱり、ね、賃貸にするか売るかっていう選択になってくると思うんだけど、うん、その時でやっぱり売却していくっていうので大体12月から1月ぐらいに動き始めて、うん、まあ3月ぐらいまでには引き渡して4月にはもうこの方はその県外に行くっていうのは何回か経験ありますね。 はあ、そうなんだじゃあ別に夏と、うん、特に忙しくなることとかないんだそうだね、うん、夏が忙しいっていうのは特にないんだけどな例えば夏で行くと、うん、あの結構やっぱり沖縄ってすごい、うん、なんだろうこの暖かさであったりとか、うん、この海っていうのが観光地でもあるしうん、うん、やっぱり海が綺麗っていうのもあの本土の方からも注目されてるので、うん、やっぱり本土の方がちょっと投資用の。 物件として<ー>えと海の見えるオーシャンビューの物件が結構動き始めるっていうのはちょっとあるかもしれない。そうなんだ、うん、ああでもさ一時期さこの海外とかこのアジアのちょっとお金持ってる人たちがさ、うん、沖縄のなんか土地とかこう物件めっちゃ買ってるみたいなの聞いたことあって。 だけどさ、あれも、あれも実際に多いの。そうだ、一応、あの、やっぱり、例えば、えっ、ー、と、外国の方で。やっぱ富裕層、うんうん、いわゆる富裕層の方が、やっぱり現金で、購入する方。っていうのも、やっぱり昔と比べると、だいぶ今増えてきてるかなっていう。へえ<ー>。やっぱり、しかも、今、円安の、あの、あ関係とかで、やっぱり、日本の不動産って、安いよねって。うん、あ、外国から見ると、うん、安いよね、って思ったりとか、あとは、えっ、ー、と、収支の部分で。 結構あの高く賃貸できるから改修までも早いよねっていうことでやっぱり注目されたりとかあるからそれこそあの前あかりが言ったこのジャングリアの部分でもあっちもやっぱり今ジャングリアができるってなってすごいあのみんないろんなところ投資家さんが注目をやっぱり集めているそれっていうのはまあ沖縄の北部だけじゃなくてやっぱり全域に対してで大体いい富裕層とか投資家さんの方が好むのはやっぱりあの ななんていうかな結構広めな土地でへ<ー>海が見えて眺望とか,だからもしマンション買うんだったら、うん、あの高層階の例えば20階とかの逆に2階3階はあまり買わないっていうへ<ー>その方たち向けが買うのっていうのもやっぱりまた一般向けの物件と投資家さんたちが向ける物件っていうのはちょっと変わってくるっていう傾向があるそうなんだね、うん、なんかさ投資家さんと一般の人ってど,のどっちの方がさこのお客さんとして多かったりするの えっと、自分の場合は一応一般、まあ、半分半分ぐらいかもしれないもしかするとでも投資家さんってそんなにいるんだ結構そうですねあの内地の投資家さんだけじゃなくて沖縄にも投資家さんっているので、うん、僕あ僕,僕内地の投資家さんとやったことはそうです今まで、まあ、数件あるかなぐらい大体沖縄の投資家さん<ー>まあこの方たちはあのどっちかというとアパートとかほんほん一棟ア,アパートを 棟購入してたりとかでまたマンションの一室購入して賃貸にしたりとかっていうでこの投資家さんたちっていうのは基本的にあの購入して、まあ、数年経ったら売るっていうのを続けていくのでうん基本的にそうそう持ち続けあもちろん持ち続ける人もいるんだけども、うんうん、基本的にこの例えばあの投資家さんの傾向としては、えー、と3000万で物件を、えー、と今年買いましたってなった時に、うん この投資家さんたちがあの考えるのはその時の収入家賃でどれぐらい取れるかっていうと売却益って言って売却した後にまたどのぐらいの利益が生まれるかっていうのを考えていくんだけど、うん、例えば今,今3000万で買ったとしてももしかすると多分ジャングリアの近くとかだったらもしかするとガッて土地の地価が上がった時4000万で売れるかもしれないと。はいはい、ってなった時にじゃあこれが5年後に4000万で売れるんだったらその時に売って、うん、そこでね1000万の利益がまあ出るんだけどその中から。 税金とかが引かれていくんだけどさそれも含めてでもその中でも売却益が出てでまたプラス別のやつを買ってまた少し増やしていく増やしていくみたいなはあ結構難しいと思うんだけど意外に身近でやってる人多いと思う友達の親とかへえんかリアルだね友達の親って実際僕もね友達の親にね親って親御さんに売却したことあってへえそっか 結構多いよそうなんだねでもさなんか,なんかこ,うこうやってオーシャンビューで土地,を土地とかこう物件を買う人もいると思うけど、うん、なんか沖縄ならではのさこう米軍の事件事故とかさうん、うん、最近もニュース一面で載ってたけどさうん、うん、こういう沖縄ならではの災害とか事件とかがあるからこういきなり客足が途絶えたりとかそういうこともあんの そうだねあの、うん、やっぱり米軍の事件いろいろやっぱり今も、ね、よくやっぱ沖縄にいると目にするんだけども、うん、米軍の事件がどうっていうよりも一番最近で、うん、あ大きかったのはあの津波の沖縄で津波の警報が鳴った時、うん、あの時があってからやっぱりこの沖縄県民の方はみんな最近僕のお客さんもなんだけど。うん 下の方はってうんんだだよそな海が近かったりんでかって言うとやっぱり津波は怖いとでもさんかそもそも遠外とかめっちゃあるじゃんあそうだね遠外あるねなんかあかりさよく海辺に住めるなって思うんだよねあそうだよねな結構ねそこ分かれるんだよねあの本当に北丹とかってさ特にやっぱり海だしさでもあっち相当栄えてるさね であっち結構外人が多かったりとかさ外人さんが多かったりとか、うん、内地の方が多かったりとかするんだけど、うん、でもやっぱり沖縄県民の方だとなかなかそのやっぱり円買いであったりとか台風とかがあってうん、うん、ちょっと好まずにあのちょっと上の方がいいっていう人もいればさっき言ったみたいに投資家さんってこの。 投資家さんの外人さんもそうなんだけどオーシャンビューっていう、うん、あと波乗りサーフィンする方多いので波はい、はい、波乗り波乗りりねそそ <laughs> そうそうそうサーフィンする方多いのでやっぱりね、うん、茶炭の砂辺とか宮城の付近はサーフィンのスポットになってるから、うん、あ結構そういうので分かれてくるっていうのは多いいかもしれないそっかそうなんだね、うん、なんか生活の拠点っていうよりかはなんかレジャーとかさ、うん そう,ね、そういうものに重きを置いてる人たちの物件の選び方だねそうだねだからもう本当に作りもさすごいやっぱり一般向けっていうよりはこのそ,、うん、そういう方向けっていう物件の作り方とか建築会社さんとかもやったりするしじゃあなんか見た目がすごい派手とかそういうことあるし、まあ、大きいっていうのも一つだし例えばこの。 普通だったら2階建てとかさね、うん、お家で二2階建てとかもしくは1階建て平屋とかだと思うんだけどうん、うん、そこの外人さんのところは下がガレージの駐車場で, 2>, あ<ー>で2階が普通のまあリビングとかで3階にあの寝る寝室とかがやっていく、はい、この 3, 要は3階建てっていうのが結構茶壇は多くて。うんうん、っていうかそういう家よく見るかも見るでしょう見るうん、うん、その家見るためにドライブしてる時ある <laughs> それはちょっとわかんないそうか でもさ家の作り特殊だなってそうだねうん本当にしかもなんかあっちだけちょっと異次元な感じっていうか異国みたいなめっちゃするするよね、うん、だからもう本当に沖縄ってすごい注目、ねうん、されてるしで茶炭がこんな感じなんだけど宜野湾も今このヒルズ通りからねこの龍代、えー、病院ができて、うん、そっから道が開通していったらねアクセスもしやすくなるがもしかすると、うん、この付近も ちょっと、そういう異国感がもしかすると流れてくるかもしれなくて、面白くないそう。あ、そうなんだ。うん、ええー、でも、やだな、帰り、あの、なんか。おもちゃみたいな、お家に住めないな。そういうこと。<laughs> そう、なんか、すごくさ、なんか、外、外人っぽい家だよね、外人住宅って。そうだね、なんか。うん。なんかさ、牧港の、この外国人住宅とかって、うんうん、あっち、すごい、いい栄え方してるじゃん、なんか。うんうん、跡地に、すごい。 いいいいお店がいっぱい来てみそうそうそう、うん、なんかああいうところがギノワ湾でもなんか増えたらいいなって思うけどね確かにねでもね茶炭のところも土産とかさ結構カフェとかコーヒー屋さんとかさあとサンドイッチ屋さんとか多くて<ー>だから普天間とかもね、うん、ギノワ湾もさちょこちょこなんか一応あるさ、ね、そうそうちょこちょこなんだよ、ね、そうそうそ,うそれがねもっと増えていってなんか面白い、うん、食べ歩きできる場所になるとやっぱりなんか自分たちもね,ね面白いよねと思う。うん ちなみにさ、うん、あの竜房のそばにそばにっていうか流房の裏にさ結構いいお店固まってんの分かるフラップコーヒーからなんか裏,うん、うん、裏の方に行くんだけどさ例えばどんなお店が名前言えるあ<の> <laughs> カフネっていうアイスクリーム屋さんとかあるね郵便局のところあそうそう,そう <laughs> <laughs> とかあとお手紙専門店とかもあるんだよ今え何それお手紙専門店便箋とかなんか文房具とか売ってるお店 ええー、どこにあるのそれはこれはあのタワ社交ビルってわかる？わかるわかるあっちあの中のテナントとしてあれでもね社交ビルって今あの居酒屋さんであったりとかカレー屋さんとかが入ってるにそこにえな,なに便箋とかお手紙を扱ってるお店があるわけめっちゃ面白かった、えー、ちょっと文具,具な感じ？あそうそう文具な感じえ一階二階どっちにあんの？一階にあってあのカレー屋さんとかギャラリーとお友達みたいさあそうなんだ。うん えなんか面白いそれは初めて知ったあめっちゃ歩くの楽しくなってる最近あの辺もともとね田畑た社交ビルもさ、うんうん、昔は本当にもう全然入ってなくてさあそうなのお店自体がそもそももうシャッターで全部やって<ー>だけども本当にここ数年で、うん、あのー、なんだろうシャッターが開けてきれいに改装して中、うん、っていうのが増えてきて、ね、そあっちの社交ビルも全然人いなくてて普天間自体がねあんまりそんなにやっぱり、うん。 昔の、ね、スナックの人たちはやっぱりめちゃくちゃ頑張ってくれて、うん、昔相当栄えてたけどもあのそこからちょっとやっぱり高齢化してきて、うん、シャッターがね降りるようになってきてっていうのはあったんだけども近々あ最近からはまたあの若い世代たちがなんか飲食店オープンしたりとかっていうのが多くなって、うん、またちょっとあの栄える予兆みたいなのがあるかなって、うんうん、それになんか昼が盛り上がるのがいい感じするよね、うん、そうだね本当に。うん なんかいいね時代によりけりですね。<laughs> <laughs> じゃうん。あい,いよいいよ。ここで一旦 CM を挟んで後半戦に行きたいと思います。はい。OK、後半戦ちなみにどんなテーマでしょうか。はい、後半戦はえー、っとそうだね。今はもうふもさっきなんかアカリが言ってたこの犬きの物件とかの話をちょこっとやろうかなと思ってます。はい。では後半も合わせてお楽しみください。一旦 CM です。 美しさを体の中から変えていく鍼灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデートヨークでは一人一人に合わせた施術を行います西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを美容貼り鍼灸治療なら「イノワン鍼灸整体」ヨーク アイドマ印刷です印刷でお困りの中南部の皆様へ地域に寄り添い創業42年の実績でお手頃な価格とスピーディーな対応で力になります印刷のことなら「アイドマ印刷」にお任せください電話番号1984年創業のカーボディ上り川は愛車の修理板金塗装。 車検、ETC 取り付けなど、経験豊富な職人が丁寧に仕上げます。スズキの新車も取り扱っています。沖縄市消防本部道向い、カーボディ上り川この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは 797-fmgino1.com 797-fmgino1.com です。 またこの番組は YouTube でもネット配信しています。FM 技能案のホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください。スマホで聞く場合はアプリリスラジかマイチューナーラジオをダウンロードしていただいたらいつでもこの番組を楽しむことができます。YouTube での配信も行っておりますので合わせてお楽しみください。 えではお届けしておりますのはザキミリョウの不動産相談室ですでは後半戦移っていきたいと思いますはい後半戦もよろしくお願いいたしますはいお願いしますはいあ,あそうだね <laughs>、はい、えっと店舗についてねまた <laughs> うん、うん、あかりからさっき質問あったんだけどもう一回ちょっと質問してもらっていいかなはいそうそうなんかあの最近普天間で面白い店が増えているから店舗を借りるときにさこう。 イヌキ物件とかあるじゃん,うん、うん、でも犬器物件でそのまま使う人が多いのかそれともなんか改装してもう自分色にやる人が多いのかちょっと気になるなと思ったんだよね。そうですね <laughs> やっぱり費用の部分でこの犬器の方がやっぱり費用がすごい抑えられるっていうのがあって、うん、でやっぱり一からするとなるとやっぱりね相当な費用も何千万ってかかる時も 何千万そうそうそう結構意外にみんなあの数百万の単位かなって思ってたりすると思うんだけど、うん、やっぱりねそれって外注っていうか工事会社に、ね、建築会社さんに任せたり内装屋さんとかね、うん、やったりするからでまた例えばソファーとかさ椅子とかもさ、うん、結構な金額するから意外にあそうなんだ、ね、もう家具だけであとは業務用のさ冷蔵庫とかあるじゃんはい、はい、あれとかもさ1台30万40万とかするから。 それだけで多分機材だけで数百万もかかっちゃって、うんうん、プラスこれで内装もするってなると、うん、本当に数千万かかるへーすごいなるから大体結構多いのはやっぱり猪木かなという猪木はもうね作られてる状態でそれを、えっと、設備売買みたいな感じで例えば冷蔵庫とかをもっと使ってた人が、えっと、その方にそのままお譲りする売却するっていう、うん、が今増えてきてる。そうなんだね、うん いやでもさなんかこうもともとスナックだったお店が多いじゃん普天間ってうん多いねじゃあさスナックだったお店にはもうスナックが入るしかなくならないまあえっとね普天間の感じの例えば今あかりがいってるのは、うん、あの広さ的にそんな大きくないことをイメージしてると思うわけ、うん、スナックってそんな何十坪100名入るところとかじゃないじゃん、ね、20名とか入る30名とか入るところじゃん、うん、そことかだったらやっぱりその分費用はもっと抑えきれるわけさ、うん、ってなると 例えばスナックとかだったら大体の、まあ、あると結構ねカウンターがあってあとはその椅子とテーブルがあるみたいな、うん、これってすぐどかせきれるさねあ確かにねそうそうそうあでもカウンターってあるとどかせきれるのあれはね全然あの削れるからさへえ、うん、そうなんだだから結構そういうのがあるからそういうところはね自分色に使うのはできるんだけど今さっき僕が伝えたのはえっ、ー、ともう 元々えー、と居酒屋がありました大きい居酒屋があって畳もあってトイレも2つあって男子女子あって。うん で厨房あって焼き場があってみたいなこういうもう作られた状態っていうのを、うん、あのどかすことができないさ、ね、もうくっついてるはいはいそっかなるほどねそうそうだからその部分でちょっと,、えー、とどんな系統のお店をやるかっていうとどんな場所だったかっていうので変わってくるかな費用はねなるほどねいやでもさなんかこう飲み屋さんが普天間多いからさ、うん、なんか飲食店の後はやっぱり飲食店 がどんどんん入ってくるのかなそうだね今普天間は本当にやっぱ注目されてて僕もねやっぱりいろんな方からあの連絡来て飲食店飽きないかっていうこととか<ー>で僕あそ,うそうですねあの商工会にも入ってるので、うん、その情報とかやっぱり入ってきはするんですよ、うん、今からこっちが開くよとか。ってなってくるんだけどやっぱり最近話したらもうなんだろう身内とか知り合い同士でもう先に話が決まって。 不動産屋さんが情報を出すことは、そもそもあんまりないよと。へ<ー>だからネット見てても、なかなか出てこない。あ、そうなんだね。もうそうそうそう。結構店舗変わってるとか多いんだけど、じゃ、あどんな人て変わってるのってなったら、もう紹介紹介で。やってるから、<ー>だから見つけるためには、どっちかというと、不動産屋っていうよりは。うん、あの、普天間とか、地元に飲食店やってる方たちの方が、多分情報はすごい持ってる。そうなんだね。うん、いやー、いいなー、なんか。 これネットにない情報をこの足で稼,ぐ稼いでこう情報をゲットするのもおすすめんだ、ねそ,ううん、そうだ、ね、もうそれがいいと思う、うん、本当に待ってたらもう取られる、うん、あそうなんだ。うん、いやなんかあかりもさこうなんていうのもともとすごくいい場所にこのあった居酒屋がお店畳んじゃってはい、はい、次,次のお店何が来るんだろうと思ってさ 明うの,あかりの知り合いがお店探してる子がいたからそ,その子に紹介したくてでこうしばらく見てたらもう工事が入っちゃってたわけうん、うん、でえ不動産なんかこう空き物件ってさ大体いいこの会社に連絡してくださいみたいなあるじゃんこれ払われるじゃん、はい、そういうのもないままもうほんと1ヶ月ぐらいですぐ工事が入ったからなんだろうと思ったらもうなんか知り合いに紹介しちゃったよみたいな。 そうだねもう大体みんな飲食店はそんな感じかもしれないよね知り合いもう待ってる人いっぱいいるからさか、うん、だからなんか今その不動産のね話でちょっとつなげていくと、うん、やっぱり店舗とか作っていくと、うん、あの需要はすごいあるしマシもいっぱいいるから全然あの入居率っていうのはめちゃくちゃ高いんじゃないかな。 思いますよ今実空き家が本当にほぼなないですからねあそうなの僕も普天間で商売、ねうん、スタートしてもう5年目6年目ぐらいになりますけど、うん、でやっぱこういう空き情報って基本的に僕もアンテナ張ってるので不動産屋さんとしても、うん、でももうきあんまり昔は相当いっぱいあったんですけど5年前とかはコロナの前とかコロナの後とかはやっぱ一気に閉店して、うん、一気に増えたんだけども,はい、はい、もうここ最近はもうない。 へー、うん、それってさ潰れてるわけではなくてもう個人的にこう情報交換して譲ってみたいな感じだからなのかないやではなくてもうあの例えば売り上げも立たないから赤字続いちゃってるからもうやめようと思ってるんだけど、うん、っていう話とかを多分知り合いとかにしてだったら僕たちにさせてくださいって言ってじゃあそこで、うん、あのじゃあこの売買しましょうあと設備ね。うん、あの 冷蔵庫であったりとかあの例えば机椅子とかもあの僕たちで買い取るのであのここに僕たち入らせてくださいってことで,で、うん、それもまた不動産屋とでもやり取りしながらやって,っていくのでだいたいその個人的な理由っていうよりは、まあ、売り上げ立たないっていうのはあ<ー>やっぱ競合も多いので一応はそうだよね、うん、お店めっちゃいっぱいあるもんねそうだね、えー、そっかでもさなんか もう残りあと3分ぐらいとなりました。えー、早い、はい、早いね。うん、えー、ちなみにあの今収録放送なので2本撮りなんですが、はいはいこの来週分の放送はどんなお話をされるんですか？そうですね来週はちょっと住宅ローンについてお話ししようかなと思ってます。うん、住宅ローン、うん、なんか。 あのクレヨンしんちゃんとかでしかかりは聞いいたことないです <laughs> ちょっとそれをじゃクレヨンしんちゃんより分かりやすく <laughs> できるかな <laughs> それでね、うん、みんな多分結構、うん、住宅ローンって例えばどの銀行を使ったらいいんだろうとか、うんまあ、そもそも住宅ローンって何っていうところからの人もお客さんも結構いっぱいいるからさ、うん、そこをもっとなんか細かくあの優しく話していこうかなって思いますので。はいうん、広島聞けるような感じの <laughs> ヒロしっていうのはあのクレームしんちゃんのですね広ロのことを多分言ってた思うのだけども <laughs> リスナーさんは分かってるか分かんないですけどもあなたの解説のおかげで分かったですしょあ, <ー S 2> <laughs> ありがとうございますはい、はいはい、じゃあえ本日もありがとうございました <laughs> 無理やりすぎるでしょ <laughs>、はい、<や>そうですねまた来週住宅ローンについてお話し,しますので是非お聞きください